今回はアヤックスについて解説していく。I've been right here, so you never forgot. Started from the mud, now I'm cutting cigar. I'm a lame right track, if you doubt, bite back. My bodega, you know this. Dirty body, Perry, I'm selfish. 1894年にフットボールクラブアヤックスを設立したが、同じ地域に似たようなクラブが多くできたことにより、混乱を避けるため厳しい原則を協会が求めた結果1896年に消滅した。4年後クロービス・テンペルはもう一度設立を試み、見事に成功し会長となった。1900年にアヤックスはアムステルダムサッカー協会に加わり、1911年に昇格、1913-14 シーズンに降格した。これはクラブで唯一の降格だった。そこからアヤックスは1954年まで27回優勝した。ここからは当時活躍した選手を紹介する。アンネ・マトリス1920年デンマーク戦でオランダ代表デビューを果たし、その試合で得点を決めた。アントワープオリンピックで銅メダルを獲得したが、規則違反を犯しメンバーに入れなかった。彼は100メートルを11秒台で走ることもできた。ヘンク・ホルダイク1917年から1927年までチームに在籍し、1926-27 シーズンには得点王となった。テオ・ブロクマン175試合に出場し78ゴールを決めた。オランダ代表は一度だけ招集され、1ゴールを決めた。これはオランダ史上2番目のゴールスコアとなった。1931年、アヤックスは17-0で勝利をし、アヤックスにとって最も多いゴールの試合となった。ピエトル・アンメーネンはアヤックス在籍時272ゴールを決めた。これはアヤックス史上最も多いゴールスコアだ。しかし第二次世界大戦が始まり、しばらくの間サッカーはお預けとなった。1947年にアヤックスは1900年以来8回目の優勝を果たした。その時に活躍していた選手がヴィナス・ミシェルズとコルファンデルハートだった。1956-57 シーズンについにプロリーグが始まった。アヤックスは59-60-60-61シーズンに1-2でシーズンを終えた。1960年代後半からアヤックスはビッグクラブ入りします。ヨハン・クライフの活躍により8シーズンで6回もタイトルを獲得した。1973-74 シーズンにクライフはキャプテンの座をピート・カイザーに奪われたことに怒り、バルセロナに行ってしまった。クライフがいなくなってリーグ戦も3年連続3位になり、そこからさらにアヤックスは沈没してる。さらにはピート・カイザーはトレーナーと喧嘩をしてクラブを離れてしまった。1980年代のアヤックスはユース選手のスカウトをはじめ、1981年から86年まで新しい選手を購入しなかった。1985年にクライフがコーチとしてアヤックスに戻ってきた。その後も少しずつタイトルを、カップなどのタイトルを取っていった。1984-85 シーズンにルクセンブルクのレッドボーイズ・リカダンジに14-0で勝利を収めた。1991年、ルイ・ファンサールがアヤックスの指揮官に就いた。リーグ戦とカップ戦を連続優勝に導いた。1995-96 シーズンにチャンピオンズリーグ決勝まで行ったが、決勝でユベントスに負けた。今回はアヤックスの歴史について解説した。ご視聴ありがとうございました。